やっぱり病院食はまずかったんだね。サンデーはグルメだから。でも猫って結局肉食性でしょ？食べられないこともないかもしれないけどね。まあ病院食の味気なさはわかりますね。そうですね。じゃあ買い出しは誰が行く？お祝いのくんちだよ。聞いてなかった？お店でやろうとすると入店拒否されるかもしれないしね。全身全霊でお祝いします。私は塾に行かなくちゃならないからお任せにするね。あたし行ってもいいよ。あ、はい、大丈夫です。わからないですね。あ、はい。わかりました。じゃあ買い物は3人ってこと？私も行く。3人だけじゃ心配だし。心配って？だってその中で多少でも料理できるの千尋だけじゃない。多少じゃないよい。とにかくちゃんと計画性を持って買ってこられるかどうかわからないから。余ったらエマちゃんたちで食べれば？冷蔵庫に食材買い置きしたくないの。味が落ちるから。参りました。欠席させてもらう。うん、適当に仮病を使っておくから。その代わりデザートは私にお任せって感じで。食べれなかったらフォアグラみたいに無理やり入れる。起立礼。さてと、それじゃあ早速行こう。けど顔だけ見ようと思って。そんなつもりはないけどね。んびりできないからやめておくよ。それじゃまた後でね。またね。せっかく会いに来てくれたんだから、もうちょっと愛想よくすればいいのに。恭介くんは親しき中にも礼儀ありって言葉知らないね。一種のね。うん、やっぱり微妙に雰囲気が違うね。若い世紀にあふれてる。サキュバスとかそうなの？どうしたの？二人して。なんだ、どうせ恭介ちゃんたちの方が下なんだからこっちから行ったのに。桐学は若い学年の方が上になるんだ。なる、若者の足腰を鍛えようって親心かな。関係ないと思うけど。実はそうだったりして。1年生はみんなうさぎ跳びでいいよ。あれって足腰悪くするんだよね、本当は。アナーキーにノーフューチャーだよね。そうそう、授業中ね、何を買うかのリストを考えたよ。授業中は授業を聞かないと。半々だよ。細かい字を書くのの練習？お米に小さな絵を描くっていう中国の現代美術みたい。いやー、いろいろ描こうと思ったらスペースが足りないかなって。というか埋め尽くしたかったんだよね。和葉ちゃんの好物もちゃんと入ってるでよ。だけど小豆の缶詰買ってもな。うん好きだけどね。どら焼きも買うし、うん、おまんじゅうも入ってるし、小倉のコッペパンも予定しているし。いや、いくらなんでもそこまで入らないわよ。恭介くんだし巻き卵好きだったでしょ。卵も入ってるよ。どうだろう。数が多い方が安いよ。ダメね、このリストは。えエマがそう言ってくれるのを待ってたよ。うっそ。目の付けどころはいいけど量がね、何人前だみたいな。実際お金が足りないと思うし。それ本当に却下？却下。ひもじい思いしたら3人のせいだからね。同感だわ。同じく。夕方になると値引きが始まるから。テレビでやってたけど都会の方では商店街で廃れてきてるらしいね。なんで？大型のスーパーとかができてそっちに客が流れるんだって。なるほど。ここは変わんないみたいだね、昔からずっと。細かい買い物はスーパーの方がいいかな。それから個別のお店に回りましょう。個別のお店って？お肉屋さんとか八百屋さんとか。もしかして普段からそういうの利用してるの？うん。マジで職人みたいだね。というか常連になれば特典がついてくる時があるから。なるほどね。エマの手料理はそんなに美味しいですか？なんとなく。恭介くんもなんとなく和葉ちゃんつねるといいよ。いや、私は痛いの嫌だもん。だったら人に仕向けるな。ダメだって。いつまで追いかけっこするつもりかしら。やっぱり気は変わらない。夕べのことだけど。お兄ちゃん身勝手よね。私のこと、そんなつもりもないのにあんなことし続けていたのなら。ただ自分が心の平安を得たかっただけじゃない。私は単なるお薬だったの。一時の安らぎを得るためのただの道具。罪を忘れて。お兄ちゃんは知ってるの？私にだって感情はあるってこと。感情というか気持ち、人としての心の動きのすべて。中心にあるのはお兄ちゃんが私のこと好きじゃないってことだから、そのことを責めたりなんかできるはずないし。私にとって手術が成功して体が健常者のものになるまでが一番良かった。逆じゃない。私は体が健康になるまでが一番良かった。だってお兄ちゃんを独り占めできたから。体が普通になれば自由になる。私も、そしてお兄ちゃんも。